ージャン遊戯王。マージャン遊戯王チャンネル登録者10万人突破記念、秋の足つぼ祭り。さあということで始まりました10万人突破記念ということでですね、ちょっとスペシャルな企画を考えさせていただきました。本日は皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、今日は花がありますね。こんなにもお綺麗な方に揃っていただいたのに、まさかやることが、ね、足つぼだとは思いませんでした。ということで本日の趣旨を説明させていただきます。ここに集まっていただいた6人の皆さんにですね、足つぼを受けて、やっぱ皆さん人気雀士になりますので、日頃の疲れが溜まってると思いますから、これ徹底的に今日は疲れを癒していただこうという企画になっております。よろしくお願いいたします。さあということで本日ですね、足つぼを受けていただく方一人一人にお話を聞いていきたいと思います。まずはさくらみおプロ、よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております、はい、文庫散歩でね、ご自宅に訪問して以来なんですけども、はい、前回、はい、文庫散歩出て自宅公開したじゃないですか、はい、ちょっといろんなファンの方に、はい、なんかみっちゃんちドゥーフみたいな感じだったんで、あ、本当ですか。いや、まあ、ありがたいんですけど、はい、はい、なんかあんま直接本人に言うのはちょっとあんま良くないかなって思ってます、はい、そうですね、椅子は直しました、大丈夫ですか。あ、椅子捨てました。で、今日は壊した椅子、そう、文ちゃんが壊したんで、はい、請求しようと思って来てるんだ、私は。わかりました、はい、オファーいただいた時から、はい、もう今日は椅子代を請求しに行こうと思って来たので。わかりました、請求書出していただければ、はい、右から左に受け流せるように僕に渡しますんで、はい、はい、しっかりお金をもらって帰ろうと思います。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。これもよろしくお願いします。はい、ちなみにさくらさん、はい、足つぼの経験は。私、足つぼ実はすごい大好きで。あ、そうなんですね、はい、今日、はい、この収録があるのに、はい、昨日行ってきたんですよ。わー、無謀。めちゃくちゃお金の無駄じゃないですか。いや、それは気持ち次第ですよ。何回やってもいいですから。いや、まあそうなんですけど、はいはいはい、まあ、できればでも小添さんとか泉さんがもうやってるのをちょっと予習でね、はい、電車に乗りながら見てきたんで、はい、まあリアクションとかは分かんないですけど、はい、できれば先生には委託しないでほしいなと思っております。わ、はい、かりました。先生にはね、その我々からも言っておきますので、はい、気持ちよかったら全然リアクションなんかしないでいいんですか。我々疲れを癒してほしいだけの企画なんです、ですね、本当に、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ続きまして、お二人目、はい、与那城葵プロです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ与那城プロ、よろしくお願いします。与那城さんは以前オフ会に来ていただいて以来ですかね。はい、そうです、ありがとうございました。いや、とんでもないです、とんでもないです。皆さん楽しんでいただけたようで、 何よりですって、私なんか別に主催してる人じゃないですか。急にマウント取られたのでびっくりしました。まあ、でも与那城さんはね、はい、麻雀業界でね、一番綺麗な葵として頑張ってると思います。そうですね、うちの専属の葵よりもね、もう、はい、カメラ越しにだったら言えます、それを。いないですからね。そう、今いないから、はい、はい、一番綺麗な葵でやらせていただいております。もう今日はもう足つぼを受けてね、さらにお綺麗になってほしいと思います、ね、はい、はい、初めてなんですよ、足つぼやるのは。あ、そうなんですね。あ、じゃあもう今日はね、すげえ気持ちいいと思うんですよ。だけどさっきちょっと先生とお話しして、はい、まあ、ちょっと朝4時、まあ、3、4時ぐらいまでちょっと今日飲んでて、はい、なんか痛くない要素がどこにもないみたいなことを言われて、ちょっとビビってます。確かに寝不足の方と、あと二日酔いの方とか、うん、疲れが溜まってる方は特に刺激が強いらしいので、もう3大要素揃ってます。そうですね、そういう意味ですね、はい、もう 今にでもちょっと振動とか大声出そうもんなら、ちょっと吐きそうなんで、はい、はい、ちょっと頑張りたいと思います。吐くのだけは、はい、放送事故にはならないようにちょっと気をつけます。もし吐いてしまったらね、これから麻雀業界でね、吐く方の葵で覚えました。やだ、そんな異名は欲しくないので、それだけね、気をつけていただければと思います、はい、はい、気をつけます、はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ続きまして3人目、百瀬ことぼろです、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。モブスプロはなんと今回本日がマジ営業を初めて来ていただけたということで、はい、なんで来たんですか。なんでなんかオファーいただいて、はい、行こうと思って来ちゃいました。ありがとうございます。すいません、ちょっと初っ端からこう足つぼっていうね、全然麻雀と関係ない、まあ他の企画も関係ないんですけど、でもなんか最初の関門なのかなっていうイメージがあって、はい、なんか同じ関西の鳴宮梨沙ちゃんも一番最初は足つぼをやってて、そうなんですよ。試練なんやなって思って。確かにそう考えると、確かに成美さんもね、来て早々足つぼを受けていただきましたし、鈴宮さんもね、やっぱこちらに来て早々受けていただいてますんで、はい、関西の方はやっぱ一回足つぼ経由してくるみたいなイメージです。東京に入る前の足つぼみたいな。すいません、東京は嫌いにならないでください、ね。はい、マージャン遊戯は嫌いになってもいいんで、はい。ということで本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さあ続きまして4人目、ね、さあ七瀬ニキプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。七瀬さんは近藤さんのお家に遊びに行って以来と、はい、いうことで、はい、あのもうあの動画がねぼちぼち公開されてるんですけども、はい、どうですか、反響はありましたでしょうか。借りてきた猫みたいって言われてた、ね、知ってる人には。確かに、はい、あの収録の最中に、はい、七瀬さんが結構 まあ、おとなしめというかね、はいはい、全然暴れる必要なかったんですけど、おとなしめだったんで、文吾さんに、はい、もしかしたら七瀬さんは猫をかぶってるかもしれませんって LINE を送ったんですよ。はい、だから文吾さんから、あいつは常に猫かぶってますって書いてました。この間はね、文吾さんと長い間飲んだんですけど、はい、その時には剥がれました。さすがに、さすがに剥がれました。はい、今日も足つぼを受けていただいたら、その足つぼが多分気持ちよすぎて、はい、ある程度こう剥がれる可能性はありますので。そうですね。全然素直に、はい、あのオファーいただいた時点で、はい、あの確認したんですよ。はい、麻雀遊戯王足つぼ、はい、調べて、で文吾さんの見て、はい、あ、文吾さんすごいバラエティ根性がすごいなと思って、こんなもう痛がるし、ね、はい、なんか涙出てるし、ね、さすがだなって思って。うん、昨日応援して聞いたら、はい、あれはガチだとバラエティでも何でもねえと、あれは素の証だぞと、あの後、はい、晴れて全然歩けなかったって言ってて出産の次ぐらいに痛いって言いました。もうね、いや文吾さんの会話もちょっとリップサービスが過ぎてます。もうそんなわけないじゃないですかっていうね、思ってますね。晴れてるのは前から晴れてましたよ、はい全体的に、ね、はい、思ってます、ね、覚悟してきました。はい、ありがとうございます、はい、今日は、ね、しっかり受けていただければと思います。よろしくお願いいたしま す。さあ続きまして石田さん、はい、よろしくお願いします。石田アイデンプロです。よろしくお願いします、はい、石田さん、お会いするたびに髪の色が、そうですね、はい、毎回変わっちゃいます、はいはい、どうしたんですか。ヴァンパイアになったんですか。どうもしてないです、はいはい、これはあのイメージチェンジということ。そうですね、はい、でもここはこっちで行こうと。なるほど、前からおっしゃってましたもんね、はい、結構こう気分で変えるっておっしゃってました、はい、じゃあそんな石田プロですが、はい、明日は初めてですか。それとも初めてです。あ、初めてなんですね。でも自信あります。自信ある自信あります。なるほど、受けても全然平気な自信は、はい、もう全然、はい、痛みには強いと思います。素晴らしい、プロ根性ですね、はい、石田さん1個だけお願いがあるんですけども、はい、もし痛かったとしてもですね、壁に落書きしないで。いや、あの痛かったらちゃんと書いて帰ります。今日久しぶりに、はいはい、物を書く以外のオファーを受けて、はい、すいません、どうしたの。嬉しいんですよ、私今日は書かなくていいんだそんなプレッシャーをすいません、今日は書かなくていいんだっていうプレッシャー嫌ですね、はいはい、今日はもう全然頑張ります。書く必要はありませんので、はい、ぜひ楽しんでいただけると。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそして6人目、はい、最後はひなみまこプロです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひなみさんも文語散歩以来、文語散歩以来です、ね、はい、どうですか、反響ありましたか。だいぶありました。あんな生活してるんだね。そうです、まあまあまあ、そうですね、あの、まあ、どちらかというとね、はい、幸せボンビーガールみたいな生活にされてましたから。でもひなみさんはね、あの家に洗濯機がない、はい、ないですということでね、コインランドリーまで、ね、はい、歩いて洗濯物届けてみたいな、ということは他の人よりも歩いてるから健康なんじゃないかということで。あ、そうですね、毎日60度の階段登ってるんで、はいはい、大丈夫だと思ってるんですけど60度の そこそこ絶壁の山ですからね、60度の階段で、はい、私も足つぼの経験はなくて、なんか足つぼの石みたいなのあるじゃないですか。 ありますね、踏むやつがありますね。あれは一切歩けなかったんで結構不安で。なるほどなるほど。でも私の前に5人の女流さんの足を揉むので、それでも疲れて弱くなってなるほど、力が弱くなってくれてるんじゃないかなって期待して。確かに先生もね、6人連続でやりますから、はい、ちょっとラストになったらもう相当疲れてるかもしれませんね、はい、先生に言ったんですけど、はい、一番最後が一番力こもるって言われて、わかりました、ちょっと不安です、はい、先生との最終決戦に臨んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、さあということで本日この6人の皆さんにですね、受けていただこうと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。今のところ全員笑顔なんて言ってるって言ってるけど、ダさあ大きくこれは見たことない、これは見たことない、これはさあ